はい、健康生活チャンネル理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、アレルギーや不妊など体質を改善するならファスティングということについてお伝えしたいと思います。で、私がですね、今断食、ファスティングを始めまして、今日が5日目、ファスティング4日が終わったところなんですよね。で、私はですね、エキスパートファスティングマイスターといって、日頃は健康的に正しく効率的なファスティングのサポートというのをね、行っているんですけども、今回はですね、ファスティング、この断食の経過をお伝えしながら、まだファスティングにね、興味はあるけれども、チャレンジができていないという方のために、実際にどのようにですね、ファスティングを過ごしていくのかという感想と、ファスティングの持つすごい効果などをお伝えしています。で、ファスティング動画の第5回となる今回は、アレルギー体質やデブ体質とか、不妊の方とかね、さまざまな体質があるんですが、こういった体質でお困りの方にとても役に立つファスティングの体質改善効果についてお伝えしようと思います。なかなかね、この体質というのが改善できなくて、もうずっとお困りの方はね、体質でお困りの方は必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、あなたやあなたの周りの方に今後ずっと役に立つ情報を身につけるために、今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。で、まずですね、ファスティングの経過からなんですけども、私はですね、現在ファスティングを行っているところで、今日がファスティング期の5日目になるところですね。で、準備食が2日間あって、ファスティングを昨日までで4日間ね、やってきて、そして今がファスティング5日目の朝になります。で、5日目になっての感想なんですが、そうですね、その4日目にはね、もう空腹感もないし、集中力もね、高まって、かなりね、体は軽く感じるようになりましたので、5日目もその状態をキープしているかなという状態ですね。やっぱりですね、その食事の時間がないというのが、かなり時間の短縮になりますので、3食分のね、時間これ合わせると、大体1時間半ぐらいの時間の節約になるわけですから、やっぱり作って食べる、やっぱり最短で言ってもね、私だったらその1食あたり30分はかかっちゃうんですよ。でね、この1日にこの1時間半が節約できるというのが、私にはね、とても嬉しい効果になるんですね。結構忙しい生活してますので。で、本当はですね、ファスティングを7日間ぐらいね、やろうかなというふうに思っていたんですけども、ちょっとですね、私が用事ができてしまって、その人に会う用事がね、できてしまったので、もう明日にはね、回復食に入らないと、もう厳しくなってしまったんですよ。本当はね、もっと断食続けたかったんですが、もう今回はもう今日までのファスティングでね、5日ファスティングで終了しようかなというところですね。もうちょっとしたかったんですけどね、やっぱりいつも7日とか9日ぐらいしますので、ちょっと物足りないなという感じがします。またそれはね、別の機会でね、やりたいなというふうに思ってますね。やっぱりね、年末年始来ますから、私だってね、そのクリスマスケーキは食べますし、クリスマスのパーティーもありますし、で、お正月ね、年末年始はやっぱり家族とか親戚とかね、会う機会もありますので、やっぱりそこで食べる機会出てくるじゃないですか。だからある程度体重もね、増えると思いますので、多分ね、お正月明けにリセットのためにまたファスティングすると思うんですよ。だからそこでまた、7日とか9日とかできたらいいなというふうに考えてます。本当に今からね、年末年始ですからね、あなたはね、年末年始どう過ごそうと考えてますか？多分多くの方がクリスマスはね、やっぱりちょっと豪華なお食事と、そしてクリスマスケーキを食べると。で、年末年始でね、年末はやっぱり年越しでですね、その年越しそばを食べて、で、その後にちょっと豪華なね、その食事をですね、家でして、で、年を越したら今度はお餅をね、食べる生活が待ってると。太るんですよ、この年末年始ね。クリスマスから年末年始でめちゃくちゃ太る時期なんですよね。これみんな一緒です。だから年末年始で太ってしまって、そうするとですね、この年末年始暴飲暴食が続きますから、この暴飲暴食で内臓が疲れちゃって、そして2月3月で体調を崩しちゃうんですよね。だから年末年始で太って、でしかもその後は体調を崩すという方が日本人で結構多いですので、これをですね、カバーするためにファスティングってとても便利なんですよ。私がね、やっぱりこのファスティングっていうのを知ってますから、年末年始普通にね、食べても飲んでも気にならないんですよね。体重増えても落とせる方法が分かってますし、このその負担をかけますからね、やっぱり内臓に負担かけちゃうのが、そのお酒でね、肝臓に負担かけたりだとか、腎臓に負担かけちゃったりとかね、食べ過ぎてね、そうするのをファスティングでカバーできるっていうのをしていますので、あんまりですね、そこまでその制限しようと考えていなくてもリセットできるから、カバーができるんですよね。ってなると、ちゃんとその年末年始を楽しむことができるんですよ。だからね、このファスティングっていうのを知っておくと、結構いろんなタイミングで便利なんですよね。やっぱり忘年会がね、続く方もいらっしゃるじゃないですか。なんか忘年会がその3回ぐらいあるという方もいらっしゃいますので、あとは新年会があるという方もいらっしゃいますので、お酒の負担がね、肝臓ってものすごいんですけども、それをリセットするためにもね、ファスティングで便利なんですよね。だからぜひこれはね、やっぱり一回知っておくといいですので、結構おすすめですね。で、今の体重の変化なんですけども、私がですね、ファスティング開始する前の体重が 70.6 キロだったんですよ。そうなんですよね。で、今朝の体重を測ったところ67キロでしたので、現在でマイナス3.6 キロというところですね。多分ですね、今日のファスティングを終えた時点でもうちょっと脂肪の消費が進んで痩せるだろうなというふうには思っています。だからまあ5日ファスティングで4キロっていうところがね、まあ妥当なラインじゃないかなというふうに思いますね。だいたい脂肪の燃焼って1日に 500g ずつぐらいですから、ちゃんとしたダイエットだったらね、だからまあ4キロぐらいいくんじゃないかなっていうところですね。で、今回の内容なんですが、今回は体質改善についてなんですね。で、あなたは体質でお困りではないですか？例えば花粉症であるとか、アトピーなどのアレルギー体質であるとか、子作りを頑張っているのになかなか授からないという不妊体質の方とか、少し食べただけでめちゃくちゃ太ってしまうようなデブ体質の方など、さまざまな体質でお困りの方っていらっしゃると思います。で、このようなですね、ちょっと困った体質の方って、なんでこんなにね、こんな体質になってしまったんだろうというふうに考えると思うんですよね。なんでこんなに花粉症で、あるいはアトピーで苦労しなきゃいけないんだと。他の人はね、全くそんなアレルギーなんてないのに、なんで俺だけ、なんで私だけという方であるとか、なんで私には子供を授かることができないんだろうと。周りの方はね、たくさん子供を作っているのに、病院ではね、卵子の質が悪いと、卵子の質が低いとしか言われなくて、もうどうしたらいいのかわからないというお困りの方であるとか、他の人とですね、同じような食事をしているにもかかわらず、なんで私だけこんなにすぐ太ってしまって痩せられないんだろうという方とかね、こんな感じでですね、あなたも何かしらの体質で原因が分からずですね、嘆いてはいないでしょうか。確かにね、その体質というふうに一言でね、言い切られてしまえば、まあそうなんでしょうけど、この体質ってどうしようもないのっていうふうに思いますよね。このように原因もわからず困ってしまう体質の方って、本当に悔しい思いをしていると思うんですよ。私もね、高校生からその社会人の初めの頃ですね、ものすごい花粉症が出る体質でしたので、マスクをつけて、マスクの中にはですね、その湿らせたガーゼを入れて、そのさらにね、花粉が入ってこないようにすると、そして眼鏡をかけてね、花粉症用のね、ここがちょっとそのなんていうのかな、ガードがついてる眼鏡をかけてね、そして花粉症の薬まで飲んで、そこまでしても目のかゆさとくしゃみのせいでね、仕事が遮られてしまったり、ぼーっとしてね、授業であるとか仕事にね、集中できないような日々を過ごしてきたわけですよ。で、その時にはね、なんで俺だけこんなに花粉症でね、この悩まないといけないんだと、こんなその腹を立てていた時期もあったんですよね。この花粉症って体質何なんだというふうに疑問を持ってたんですよ。体質ってなんやねんというふうに本当に当時考えてたんですよね。体質って言われてもね、じゃあ何が違うんだと、その体質ってなんやねんって本当に思ってましたね。遺伝子が違うのか、それともその遺伝性の何かが違うのか、体質って何が原因なんだというふうにずっと考えてたんですよ。でもその原因って分からずに、その体質改善ってね、難しくて、やっぱり改善できないですね、その社会人の初めの頃ぐらいまでね、ものすごい花粉症でね、苦しい思いしてたんですよね。でも今ですね、私は花粉症の時期もですね、くしゃみはもうほぼ出ないし、目のかゆさがね、たまに出るぐらい、もうめちゃくちゃ花粉がすごいですっていう時にですね、目のかゆさがたまに出るくらいで、まあその程度まで体質を改善するってことができたんですよね。だからね、この私はこの花粉症体質改善できたっていうののは本当に嬉しいんですよね。もう本当に花粉症の時期って大変なんですよ。仕事にね、もう本当に集中できないですから、もう今私整体院してるんですけども、整体をねしてる途中にね、もうクシュンクシュンしようものなら患者さんが嫌な思いするじゃないですか。やっぱりね、その近い距離でね、そのくしゃみされてるとやっぱり嫌な思いすると思いますし、手が離せない状態で目が痒くなってしまうと、もうとてもじゃないけど辛いじゃないですか。だからそういう状況ではないですので、今はたまにくしゃみは出ないですね。目がたまにかゆいぐらいですから、本当に、ね、今は楽させてもらってます。だから体質ってね、改善すると、他の方がねわからないくらい、そのなんていうのかな、幸せになれるんですよね。昔と比べるとやっぱり幸せだなというふうに感じるんですよ。でね、なんでこのファスティングが体質を改善できるのかというところなんですけども、それはデトックス効果と内臓の働きの改善によるものなんですね。で、まずデトックス効果から説明するんですが、私たちの体の中には有害物質が溜め込まれてしまっていて、それが少しずつ毒素を出していくことで体調を悪くしてしまっているんですね。で、この有害物質というのは、例えばマグロであるとか銀歯からね少しずつ放出してくる、水銀であるとか、あるいは古い水道管からね、蛇口からね溶け出してくる鉛であるとか、あるいはタバコであるとか排気ガスなどのカドミウムという物質であるとか、ベーキングパウダーに含まれているアルミニウムなど、これらの有害ミネラルというものがまずあるんですね。そして食品添加物や農薬、あるいは薬など、これらの物質というのは脂溶性といってですね、油に溶ける性質といって、もうこのままですね油に溶けるものなんですよ。だからこれらの物質をですね摂取してしまった場合、体の中の油にもですねこれらの脂溶性毒が溶けて入ってきてしまい、脂肪組織の中に溜め込まれていってしまうんですよね。そしてその後ですね、ずっと少しずつ毒素を出してしまって体質を悪くしてしまうんですね。ですがファスティングではですね、脂肪を通常値の100倍燃焼するという効果がありますので、この脂肪をですねどんどん燃やしていって、そうするとその中に溜め込まれている有害物質がですね出てくるわけですよ。で、この有害物質を体外に排出していくという効率的なデトックスが可能なんですね。このために体質を大きく改善することができるんです。だからこのデトックス効果がまずファスティングによって体質改善ができる一つの理由なんですね。そして体質改善効果のもう一つの理由が内臓の働きの改善です。で、ほぼですね全ての体質以上には内臓の働きが関係しているんですよ。例えば花粉症であるとかアトピーなどのねアレルギー症状の方、かゆい思いしてたりとかね、花粉症で目がかゆい思いしてる方とか、これらの症状の場合には副腎皮質という部分の働きがかなり関わってくるんですね。で、副腎皮質聞いたことはないですか？多分ですねアトピーの方とか肌荒れがひどい方はね、この副腎皮質聞いたことがあると思います。これですね、軟膏とかでね副腎皮質ホルモンというものが使うことがあるんですよ。それがいわゆるステロイドという薬なんですね。で、よくねその皮膚疾患ではこのステロイド薬を使うことがあります。めちゃくちゃね効果があるんですけども、長く使い続けると副腎皮質の働きが弱くなってしまうために、短期間の使用にとどめないといけないという、これ結構有名な薬なんですけども、実はですねこのステロイドというのは体内でもね作り出されているんですよ。これね副腎皮質ホルモンですから、体内の副腎皮質から作られるホルモンなんですよね。しかし花粉症であるとかアトピーなどのね体質の方は、このステロイド副腎皮質ホルモンが体内で上手に作り出せていない、つまり副腎皮質がうまく働けていないという理由があるんですね。それがこの副腎皮質が弱っているという状態なんですよ。そして別のね体質からご説明しますけども、不妊体質の方の場合、この方の場合には卵巣であるとか子宮の働きが深く関係してきます。で、卵子はですね卵巣で作られていますし、受精した受精卵が着床するためにはですね子宮が正しく働いている必要があるんですよ。で、よくねお子さんを希望する方は不妊外来でその不妊治療を行うんですけども、不妊治療の中でも体外受精といってですね、人工的にね精子と卵子を取り出してそのくっつけると受精させるという、そしてその体内に戻すという方法があるんですけども、日本ではですねこの不妊治療を行う件数というのが世界1位なんですよ。世界で一番分不妊治療を行っている国なんですよね。めちゃくちゃたくさんの方がこの不妊治療を行っているんです。不妊治療ってね、すっごいお金がかかるんですよ。でもそれをね、それでもいいから治療をしたいというのが、日本人の傾向なんですよね。ですが、日本はですね、このように体外受精のですね、件数が世界1位なんですけども、実はですね、体外受精を行っても妊娠ができないという確率があって、この確率も世界1位なんですよ。だから日本人はですね、多くの方が子供を希望していて体外受精をすると、もうそれが世界1位のたくさんお金を使って体外受精をしているんですね。でもこの体外受精をしてもですね、世界で一番確率が悪い国なんですよね。だからですね、その効率で言えばですね、ものすごくお金とね、その確率のその効率が悪いと、こういう国なんですよね。ですから高い費用を払ってね、不妊治療をしているのになかなか報われないという方がいらっしゃるんですよね。でもこれは日本のですね、医療のレベルが低いというわけではなくて、日本でかなりね、いい機材を使ってますし、医療のレベルとしても高いんですよ。でもこの、体外受精をしているのに妊娠できないという理由はですね、日本人の体質の方にあるんですね。でね、この不妊症の場合にはですね、卵子の質が低いというケースがあって、これはですね、年齢とともにリスクがね、上がってしまっていくんですよ。でこの場合には体外受精をしてもですね、この卵子がもう妊娠する力が残っていないため、なかなか妊娠につながらないというケースがあるんですね。でまた原因不明の不妊ということもあります。でこのようなですね、場合には卵子の質を高めるという必要があるんですよね。でそこで重要となるのが卵巣であるとか子宮などのね、内臓の働きを高めるということなんです。ですから体質が悪い、体質のせいで困っている方の場合、内臓の働きが低下しているということが原因であるケースが多いんですよ。だから花粉症とかアレルギーの方であれば副腎皮質がね、主に原因であることが多いですし、あるいは脾臓が原因であることもあるんですけどね。でまた妊娠したい方は卵巣であるとか子宮であるとか、あるいは栄養素を取り込むですね、内臓であるとか、こういったところが原因になってくるんですね。でそこでね、ファスティングの場合、まずですね、固形物をね、取ることがないですので、食べ物を消化する必要がなくなるんですよ。普通ですね、私たちの体は食べ物を取った場合、その食べ物をですね、消化して栄養素になるまでどんどん細分化していく必要があるんですよ。でもこの工程というのはね、例えばですね、あなたにですね、このじゃあキャベツを持ってきましたと、このキャベツが栄養素になるまでもう包丁でね、どんどん切っていってくださいってするとですね、もう千切りどころではないですからね、もうめちゃくちゃ細かいミキサー状になるまでしないといけないわけですから、ものすごい力使うわけですよ。もう体力全部使い切ってもね、腕がもう疲労しきっても、それでも足りないぐらい細分化しないといけないんですよ。だからこの食べ物をですね、消化するという作業は体にとっても結構重労働なんですよね。でも私たちはいつもその重労働を体に課してるわけですから、その分ですね、内臓というのは疲れてしまっているんですね。でもこのファスティングの場合ですね、これは液体のね、ファスティングドリンクだけを飲みますし、このマナ酵素というのはもうすでにですね、熟成発酵されていることで、発酵する力によってもうこの栄養素になるまで分解され尽くしているんですよ。だからこの酵素ドリンクというのはこの分解されていることが重要なんですけども、これ飲むともうスルッと吸収することができますので、その消化にですね、力を使う必要がないんですよね。だから消化に関わるですね、内臓を休めることができて、消化をする必要がないですので、栄養素を作り出したりとか体を修復させる働きである代謝という活動に専念することができるんです。でまた私たちの体、内臓を作っている細胞の一つ一つをですね、新しく作り直していくオートファジーという働きであるとか、血管を大掃除して血流を改善するといった内臓の働きをですね、良くするためのすごい効果がたくさんあるんですよね。ですからファスティングを行うと内臓がですね、これは生まれ変わると言ってもいいくらい、この機能がですね、向上して回復して、不調が改善したりだとか、今回お伝えしたような体質異常による困った症状も改善できたという方がたくさんいらっしゃるんですね。ですので今はですね、何をやっても体質が改善しなかったという方にはですね、このファスティングというのはとてもおすすめな方法なんです。だからデトックスと、内臓を休めるというね、この2つの理由で体質を改善できるという効果があるんですね。で今後のことを考えるとですね、ずっとね、花粉症であるとかアトピーで苦労したりとか、不妊治療で大金を使ってもなかなか授からなかったりというね、こういったお悩みを抱え続けるよりも、今できる努力をしてですね、デトックスをして内臓の働きを高めるというこのファスティングにチャレンジをした方がね、いいと思いませんか？ぜひ挑戦してみてください。で、ファスティングするとですね、ついでに痩せるし、綺麗になるし、そして体も若返るし、結構いい効果もね、あなたにもありますから、まあ、結構お得な方法ですからね、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、今回はアレルギーであるとか、不妊など体質を改善するなら、ファスティングということについてお伝えさせていただきました。で、私の別の動画ではですね、私が今行っているような空腹感がなくて健康的なファスティングの方法を詳しく解説した動画や、3日間のファスティングはちょっと無理かなっていう方におすすめの1日ファスティングであるとか半日ファスティングを解説した動画、あるいは誰でも辛くないファスティングが実践できるサポート付きのファスティングについて解説したホームページなどもありますので、そちらですね、下の説明欄にあるリンクからご覧になってください。で、私の生体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、その説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容が少しでもためになったなというふうに思っていただけたら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。で、この後ですね、ぜひもう一本動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。